はい、どうもこんにちは、しのぐです。今回はですね、こちらの愛をですね使っていきたいと思います。まあ、現状ですね、この愛はティア7戦艦ですが、ジャンバールのね登場によって、まあ今ではね、まあ個人的には、まあ、ティア7戦艦最強は、まあ、この愛はからですねジャンバールに移りつつあるかなと思います。まあ、やはりプレミアム艦でね、収支もいいことに加え、まあ、やはり装填ブースターと高い連射速度をですね、で、まあ、防御姿勢を取ったまま全問射撃できるという点も強いといったことから、まあ、全体的にですね、やはりジャンバールの方が、まあ、強力な戦艦としてね、ティア7には君臨しつつあるかなと思います。まあ、そんな中ですね、まあ、このアイワ使っていくんですが、ね、やはりですね、アイワの強みというのは、まあ、この406mm、50口径 406mm 砲の、まあ、高い貫通力と、まあ、そして威力ですね。まあ、そしてこの高速性能と、まあ、あとはね3連装3機9門というですね、まあ、以前の、ジャンバールが登場するまではこの縦に向けたねアイワが最強だったんですけど、まあ、そこからですね、繰り出される高い防御力ですね。まあ、なので、まあ、今回はですね、まあ、結構動きながら、まあ、やっていこうかなと思って、まあ、最初ね B 地点からまずは A 地点方面のね敵を倒しに今移動してますね。でヴァンガードを早速防角貫通できましたね。まあ、ただ、まあ、これはね自分も最近気になっているんですが、結構アイワのですね、まあ、遠距離での精度がですね、まあ、あまり良くなくって、まあ、結構精度改良してる人だと違うかもしれませんが、まあ、自分はねウィリス・リーですと、まあ、遠距離ではねあれぐらいばらけてしまいますね。まあ、最近は迷彩もですね結構普及してきて、まあ、迷彩装着してるプレイヤーも多いですからね。まあ、このように結構露骨に迷彩つけてる感とつけてない感では精度おおはい、着弾時のですね精度がかなり変わってきますね。まあ、早速引っかかっていた島に引っかかっていたね最上を撃破しましたね。そして、まあ、宿敵のジャンバールいますけれども、まあ、逆にですねジャンバールからすると遠距離での精度は、まあ、正直あまり良くないので、だいたい10キロ以上離れた、まあ、砲戦では前輪の方がね、優位に立てるかなと思います。まあ、ただねあのジャンバール精度をすさま、装填速度すさまじいので、あまりね近づいてしまうと、まあ、必然的にねアイワの方が不利になってしまうので、まあ、距離をね詰められないように寄せ付けないようなね戦い方がいいかなと思いますね。さあ、そしてね最近はイギリス巡洋艦登場で、あのベルファストとかね、まあ、あともう一隻の巡洋艦はフィジーのようですけど、ってことは左にフィジーですね。まあ、なかなかですね煙ですね、今戦場が煙ですね。もう基本的に煙がそこら中で立っている状況なので、まあ、視界も通りづらい状況ですね。まあ、自分のチームも駆逐艦が早速いなくなってしまっているので結構厳しい状況なんですけど、まあ、相手もね駆逐艦遺跡だけですから、まあ、C 方面ちょっときつそうですけど、まあ、とりあえずね自分はこの A 方面で、ね、集中していくしかないですね。で早速正面にジャンバールが出たので、まあ、ベルファストも気になりますね。打てそうだったらベルファスト優先してもちろん打ちたいですけど、まあ、打てそうにないのでジャンバール打っていきましょう。まあ、缶を縦にしてるんでねダメージが通らないようだったら、まあ、やはりおーっと主砲を破壊しましたね今。はい、まあ、ジャンバールおよびねリシリュー級の、まあ、最大の問題点とも言うのが結構主砲がね壊れやすいといった点ですが、もともと結構ダメージ向けてるようなんで、ダメージが蓄積してたのかな、なんか、手法を破壊しましたね。これでジャンバルの火力は、50% になったので、8門中4門がね、破壊されたので、まあ、これはね、もう相手のジャンバルほぼ終わりですね。まあ、アイワの手法はですね、まあ、このレジェンズではどういった、まあ、仕様になってるか、分からない部分多いですが、まあ、SHS、なんかスーパーヘビーシェルとか言って、まあ、超重量弾。がね使用されているので、まあ、天城と比べると、まあ、天城の方が口径は大きいですが、まあこちらの方がね貫通力が高いと、まあ、いった仕様に、ね、なっているとかなってないとか言われてますけど、まあ、いずれにしろですね、まあ、貫通力はやはりアイワの方がね高く感じますね。さあジャンバール島に刺さってから前進を開始したのでこちらに向かってきますね。まあ、そしてアイワの防御力なんですけど、まあ、全問射撃指定ではねやはり、ちょっと防御力にはね不安がありますね。まあ、やはり防角をね完全に守りたいのであれば艦をねしっかり縦に向ける必要がありますね。まあ、ただ相手のジャンバールもかなり損傷を受けてて、
うん、もう手法も4問しかないので、まあ、ここはねこの若干斜めにしてる姿勢で、うん、対応していきたいなと思いますが、まあ、やはり縦に向けたジャンバール硬いですね。全然、うん、まあ、ちょっと当たってる場所も悪いんですけど、まあ、こうなるとねなかなかダメージが出ない場合はね、やはり榴弾の使用もねしっかりと検討していった方がいいかなと思います。まあ、装填時間もねジャンバールの方が圧倒的に早いので、まあ、大体ね 2,3 正射してる間に相手の方がね装填時間どんどん超えていってしまうので、まあ、30分に1回しか撃てないのでしっかりとね狙っていきましょう。はい、しっかりとね上の、構造物をね狙えば、まあ、ダメージ出ますね。まあ、なかなかね、まあ、硬いんで相輪乗りの人は、まあ、結構苦戦してると思いますけど、まあ、やはりね当たれば圧倒的に強い手法なので、うん、その辺はねやはり信頼感がありますね。そろそろジャンバルとどめ刺したいですけど、しぶといですね。まあ、榴弾の使用も考えた方が良かったですが、まあ、ここはもうあわよくば手法破壊、全問手法破壊も考えて鉄鋼弾ねこだわって使っていきましょう。うん、なかなかちょっとジャンバルを片付けてから、うん、ちょっと前進したいんですけど、なかなか片付けられない。さあ味方も砲撃してくれてるので、これは撃沈できそうかな。一応撃っておきますか。うん、ジャンバルやはり精度悪いですね。前でも4問で一生懸命撃ってましたけど、なかなかこちらには命中してませんね。迷彩つけた相手だとね、ほんとジャンバル命中しないので、まあ、今回ね、まあ、最近はもうやはりねだんだんプレイヤーレベルも上がってきましたから、自分も、まあ、迷彩つけること多くなったんですけど、まあ、そのね迷彩の効果でなかなかね、まあ、その迷彩の効果ですかね、最近相場が当たりづらく感じるのは。うん、迷彩つけるプレイヤー増えましたし、そもそもジャンバールはねデフォルトで永久迷彩っていうか、うん、搭載されてるので、まあ、そのせいもあってね、ちょっと相は当たりづらいなって思うのかもしれませんね。まあ、初期の頃は迷彩つけてる人の方が少なかったので、うん、今と比べると全然ね、命中精度変わってるかなと思いますね。まあ、そして、ビスマルクですね、打っていきましょう。まあ、横をね、見せているので、もうこちらの方が圧倒的に優位ですね。ビスマルクは精度も悪いですし、まあ、あとは副砲が強力ですけど、副砲の射程はね、大体10キロ前後ですから、まあ、そこまで近づかなければ、遠距離砲戦ではねこちらの方が圧倒的に有利ですね。こちらは手法9門ですし、まあ、なかなかね威力もこちらの方が高いですからね。さあこのポジションなかなか良さげで、しばらくこのビスマルク打ちつつ1万7000入りましたね。まあ、防角はね、まあ、刺さりにくくなってますけど、ドイツ戦艦、うん、まあ、やはりね現状でもなかなか柔らかいのでね。さあそして正面にフィジー出てきたんで、これは撃ちましょうか。フィジー魚雷持ってるんでね、まあ、ほっとくと厄介ですから、まあ、多分これ魚雷撃ってるんで魚雷も警戒しつつ撃ちましょう。 OK ですね、刺さりましたね。これで巡洋艦2隻破壊的一撃取りましたね。フィジーの魚雷は門数が少ないので、まあ、艦を盾にしてしまえば、うん、当たりませんね。なかなかね自分もフィジー乗ってって思いましたけど、一車線でね戦艦に命中させるのは難しいですね。さあそしてビスマルク撃っていきましょう。装填完了したので、ビスマルクはですねどちらかというと、まあ、喫水線狙ってもいいんですけど、若干上目を狙った方がね、まあ、ダメージが出しやすいかなと思いますけど、はい、まあ、ダメージ出ましたね。まあ、撃沈には至りませんでしたが、これは味方の相輪が削り切ってくれましたね。さあ敵残り2隻ですね、 B 地点へ向かって、まあ、敵をね倒しに行きましょう。さあ、まあ、今回のねこちらの相輪は、まあ、射程を伸ばしていて、うん、まあ、射程伸ばすっていうか、まあ、乱闘積んでないんですよね。まあ、ティア7の戦艦は、まあ、最近はちょっとね個人的には、うん、射程伸ばした方がやっぱ強いかなと思います。まあ、ジャンバルとかだったらね装填もいいんですけど、相輪はやはりね接近戦ジャンバルとかとはあまりやりたくないので、超えたな。まあ、しっかりとね16キロから17キロぐらいの射程はね確保した方が、まあ、いいかなと思います。これでね大口径獲得ですね。はい、でこれでね、まあ、伝統の縦見せ縦アイオはですね、これがね硬いです本当に。うん、
まあ、ただなんかね、まあ、以前のアップデートで、まあ、詳しいねこのゲームのなんか仕様とかデータについてはちょっとよくわからないんですけど、一応ですねアイワにはダメージが通りやすくなった、まあ、ようなんですね。まあ、結構榴弾とかで貫通が出しやすくなったようなんで、で駆逐艦がねかなり体力減ってますね。まあ、駆逐艦用に一応榴弾装填したんですが、まあ、これは見えないのでアイワに撃ちましょうか。まあ、ただアメリカ戦艦の榴弾はですね発火率別にそこまで優秀ではないので、対駆逐艦用にね使うぐらいで、まあ、基本的にはね、発火はあまり期待できないですね。さあ駆逐艦からの魚雷を、まあ、前艦回避したので、このままねどんどん詰めていきましょう。まあ、有利場面なのでね。これはイギリス入管は煙幕使うのか使わないのかな。さあで赤月が見えたんで撃ちましょう。あーでも消えたか。一応消えたあたりに撃ちましょう。これでね、まあ、結構当たる時あるんで、あれ外したか。まあね見えなくなったからってね諦めずに撃てばね当たる時ありますんで。さあじゃあ、まあ、とりあえず見えなくなってしまったのでアイは撃ちましょう。そろそろね燃えてくれるとありがたいんですけど。ん？あ駆逐艦があちょっとアイワにぶつかった駆逐艦が巻き添えになったんだけど今どうアイワになんだ撃った榴弾の外れた一発がたまたま隣にぶつかってた駆逐艦に当たったみたいですね。まあ、ラッキーショットですけどちょっと面白い。なんかアイワが榴弾で爆沈したのかと思ったけど駆逐艦に当たってましたね。まあ、さっきね取り逃したのがここで撃沈できたんで、まあ良かったですけど、ちょっと面白いことになりましたね。でこれでもうあとアイワ仕留めるだけなんで、うん、ここでねもう止まってひたすら全問射撃しましょう。まあ、今日はねこの姿勢で撃つことが多いですね。まあ、ただこの姿勢はまあ、ちょっと結構危険ですね。まあ、艦を完全に縦に向けないと、結構危ないです。この姿勢で抜かれること十分にありえるので、あまりねこの姿勢は取らない方がいいです。まあ、今はね余裕が、あ、終わっちゃいましたね。今は余裕があったので、さっきもねジャンバルに対しては余裕だったので、まあ、やりましたけど、あまりねやらない方がいいですね。といった感じで今回 あと1キルでクラーケンだったのか。まあ、時間がね足りなくて無理でしたけど、まあ、惜しかったですね。まあ、今回はアイワ使って、相手のアイワも一応1位でしたね。まあ、やってみました。まあ、やはり現状ではね、まあ、結構精度の、まあ、気になる時はありますが、まあ、やはり依然としてねこの強力な手法は健在ですね。まあ、ジャンバルに対しては本当接近しすぎず対処していくというのが、まあ、大事なのかなと思います。はい、それではね今回はアイワ使ってみました。ご視聴ありがとうございました。